皆さんこんにちは、川部由紀子です。今日は私2週間ぶりに都内に出てきました。仕事でね出てきたんですけれども、東京駅におります。私が知ってる東京駅の様子とはやっぱり全然違うので、ちょっと今日は、今日もしかしたら緊急事態宣言が出るかもしれないという今日の東京駅周辺の様子をお届けします。普段平日のお昼大混雑している駅前、東京駅前の郵便局もガラガラでした。東京駅前平日です。丸の内南口、あーガラガラですね。いつもだったら本当にスーツケースを持った国内外のたくさんの人たちがこの辺りでねちょっと待ち合わせしたりと本当に混雑している場所なんですけれども、全然いないです。今日にでも東京、緊急事態宣言が出るかもしれないというところですが、すでに人は全然いないです。お昼時でランチにね外に出る人もたくさんいる時間帯のはずなんですけれども、本当にいないですね。東京駅あたりの地下通路、ただいま1時半です。東京駅の改札とは思えないぐらい人が通りません。人はまばらですが、お店自体はやってます。閉まってるところはないですね。飲食店もやってます。本当に2週間ぶりの外出なので、ちょっとねお家で飲む用の紅茶でも買おうかなと思います。リラックス、オーガニックでリラックス、これがいいかもしれないですね。お家で飲む用の紅茶を買いました。お店の人とちょっと話したんですけど、やっぱり全然お客さんもういないし、もう近いうちもうお店も閉まるそうです。やっぱそうなりますよね。いや今まで見たことないぐらいの静けさですね。東京駅、東京の中心となる駅ですが、スカイバスは営業してるのかな。アップルストア当面の間休業いたしますね。昼間歩行者天国になるここの通り、いつものようにテーブルと椅子は出てますけど、座ってる人はほとんどいません。それなりに人通りはね、まあ少ないですけど、全然本当にいないっていうわけでもない感じです。お昼に出かけたり、まあ仕事がある人たち仕事に行ったりっていう人でしたね。この通りのお店は結構やってます。閉まってるところまだ見てないかも。それでもお店の中にお客さんがいる印象はほとんどありません。皇居周辺です。この辺りは普段ひっきりなしに車が通っているところ、まあタイミングによってね車が全然通らない時もありますが、まあ交通量的にはそこまで減っている印象はないですね。でも車も多少減ってると思います。それでもやっぱり東京駅前は
車多いですね。いやー、やっぱ全然人歩いてないわ。今の個人事業主フリーランスの状況をちょっと紹介すると、やっぱり今まで普通に入ってきてた仕事っていうものがもう完全にもうほとんど全部キャンセルになり、新しく入ってくる仕事もなくなり、でもちろんお給料はないし、ボーナスなんていうものもないし、完全歩合、自分が働いた分だけお給料が入るっていうことなので、仕事がないイコール収入がないです。ゼロ、もう本当に本当にゼロですね。だからもう本当に自分で何とかするしかないです。なんか国からのお金がねどうのこうのっていうのもあるかもしれないですけど、結局もらえるようになるまでそれなりの時間はかかると思うし、だからといって生きてる間、生活してる間はどんどんお金は飛んでいくので、貯金がある人は貯金を切り崩して、ない人はもう本当にギリギリのその日生活っていう感じです。しかもこれがいつまで続くか分かんないっていうのが一番大変ですね。何ヶ月無収入が続くのか、かといって実家に帰るわけにもいかないし、まあ東京にいるんで、私は東京に留まります。実家には帰らない、広げたくないから。今日もご覧いただきありがとうございました。街の印象としましてはやっぱり全然いないです。私が知ってる東京駅じゃないぐらい本当に人がいないですね。で車は意外と走ってるかなという印象です。でタクシーもすごいいっぱい走ってるんですけど、でも全然お客さんがいないような感じですね。まあいつね、お店が閉まってもおかしくないような今状況なんですけど、ひとまず東京駅周辺はもう完全に人が減少しているという状況でした。で私も今日ね2週間ぶりぐらいに都内に出てきたんですけど、仕事が終わってやること用事が全部済んだらさっさとお家に帰って手洗い、がい、そしてシャワーを浴びたいと思います。ひとまず今の東京駅周辺の様子をお届けいたしました。皆さんも気をつけてください。不要不急の外出は控えましょう。お仕事もね、やんなきゃいけない人は本当に大変ですけど、もう自己防衛です。こればっかりは。手洗い、うがい必ずしてください。それでは皆さんの健康をお祈りしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。